はいどうも一般人です。ということでね、今回はこれをね食べてみたいと思います。焼きそばのね、なんと牛脂マックスですね。ちなみにね、あの胸焼きにご注意くださいってね書いてあります。結構油がねいっぱい入ってるみたいなんで、これ食ったらねしばらくあの動こうかと思います。じゃあちょっとね早速揚げてみましょう。じゃあね、ちょっと袋を開けて、この中開けてみましょう。あ、すげえ。結構ね寒いんですが、こう押すとね曲がって、これ多分全部油だね、これ全部油。こうね固形になってる、もうあの硬い油、これへっこんでそのまま戻ってこないという、これ一番あのたまる油だね、これ本物の牛脂かもしれない。これ普通は液体だったら元に戻るのに、こうねこうやるともう全然戻らない。まあ寒いっていうのもありますが、かなりねこう横にやってもね横になるという、普通こう垂れ下がるじゃないですか、垂れ下がらないという上がったまんまという、結構硬い油がね入ってますね。またそれプラス、ね、火薬がね少々入ってます。これ結構カロリーすごそうだな。何キロカロリーあんのか、カロリーそういうの見てなかった。袋から出て、おーやばいね、量が普通の量なのに、見とけばいいかったね、最初先に。あ、なんとね726キロカロリーありますね、これだけで。含まれてるのがね、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンが入ってます。というわけで食塩相当量は 2.5g で少ないんですがね、結構油がすごいらしいんです。ちなみに脂質がどのぐらいですか、これ。あ、脂質がね 50.8g、 これがね丸々脂質みたいですね。これで 50g ぐらいかな。早速ねこれに火薬を入れて、お湯をね入れてみましょう。じゃあお湯入れていきます。この量で726キロカロリーは多いね、やっぱ。はい、これぐらいかな、倍ぐらいあるね普通のね。はい、これでね、3分ぐらい待ちます。はい、ちょっとねこの油がね、これ溶けない方が見た感じいいかな、溶けない油のが見応えがありそうなんで、ちょっとあえてこのままね冷やしとき置いときます、溶かさないで。でこっちはね普通に、3分待ちます。じゃあね3分間経ったんで、これからね、お湯の方を切っていこうかと思います。ね、まだこれねお湯で、出すと、まあここはね普通だね、これぐらいで大丈夫かな。じゃあねこれぐらいで OK でしょう。じゃあね早速このねソースを入れます。ただね通常はね、あのソースは蓋の上で温めてくださいっていうことなんで、普通に食べる人はねあの温めた方がいいかもしれない。撮影のためにあえてね固めたままやってますが、じゃあねこれちょっと開けてみましょう。あ、こんな感じだね、普通の感じの焼きそばです。あ、ちょっとね火薬の重要な部分がねこの蓋の方にくっついちゃってるんでね、これちょっとね落とそうと思うんだけど、あ、ここね、ちょっとこれもったいないね。早速これ入れてみたいと思います。ちなみにね、あの油だけじゃなくてソースだけがあるかと思いきやね、ソース込みなんだね、これね。こういう感じ。あ、これほとんどね、ほとんど油だね。油にちょっとソースが混じってる感じになってます。あ、こういう感じだ。しかも結構ねこってり入ってます、油が。これ結構ね運動しないと消費できないかもしれないね、これは。これね食ったらあんまり食えないな今日は。ちょっとすぐ走り出さなきゃダメだね、これ運動しないとやばいやつがね。じゃあねちょっと出してから混ぜます。じゃあねちょっとあったかいうちに混ぜないとね、これ混ざらなくなるね、これはっきり言って。もうねやばいです、時間がね、もうない、
上で温めとけばよかったんだけど、温めてなかったんで、あ、結構ね、やっぱりそうそう溶けないね。結構あの冷えてたんで、あ、すごい油のなんか匂いが、すごい匂いがする。なんだろうこれ、油の匂い、そう、ラードだね、ラード、即乳。コレステロールがね、俺やばいんで、結構コレステロールの塊をね、ちょっと食べる感じなんで、ちょっとね、これはね、あんまり食えないね。油は結構うまいんですけど、ちょっとね、と、あー、すごい、ギットギットですね。ギットギットです。これね、あまりお年寄りは食べない方がいいかもしれない。若い人だったらまだね、少し消費できるかもしれないけど、結構油ギタギタだね、これ。だんだんね、油がでも、形としては見えなくなってます。まあ、まだ見えるか。まだこれ油だもん、完全に。だんだんね、温度で溶けてきました。じゃあね、ちょっとこれぐらいでいいかな。温めとけばもっとね、簡単に混ざると思うんですが、ちょっと温めてなかったんでね。結構、やばいな、これは。しばらく運動するようだね、これ食ったら。じゃあちょっとね、食べてみましょう。じゃあね、早速このね、牛脂マックスのやつを食べてみた。あ、すげえ、もうね、牛の油の匂いがすごい。結構ね、匂いがね、油っぽい匂いがする。ちょっとね、どんな味なのか、ちょっとね、食べてみたいと思います。さて、どんな味がするんでしょうか。健康にはちょっと悪いかもしれないけど、ちょっとね、この後しばらくね、ダイエット企画で作るんで、ちょっとね、食べてみましょう。うん、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 あ、うん、あ、やっぱりうまいね。やっぱね、こういうカロリーの高いものはね、うまいですよね。体に悪いものほどうまいですよ。牛脂マックスの、超超超大盛りとか出たらやばい、ね、もう、それ食ったらやばいかもしれない、これ。あ、すげえ油を感じます。うまいわ、うまい。そうで、ね、油を食べるとね、幸福物質が出るみたいなんで、これだけでね、幸せになるんで。あ、食べ過ぎはちょっとこれ注意だね。多分直で全部脂肪に変わりそうな気がする。美味しいんですが、食べ過ぎは注意しましょう。それではまた来週、食べる動画で会いましょう。うん、バイバイ。そうそう、ダイエット企画スタートします。